メディアを再生する男か女か、男か女かは、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演24作目にあたる。映画俳優のチャーリーは、 いろいろな作品に出演しては作品を台無しにしたり、女優に手を出したりしたため、スタジオを解雇された。解雇されたチャーリーは女装して、スタジオへの復帰を画策するが、ディレクターに、カンパされて、再び干されることとなった。多忙なツイたちや、チャップリンの女装と並ぶ、三本しかないチャップリンの女装映画の一つであり、別の面から見ると、チャップリンの活動教や、 チャップリンの道具型に続く、撮影所の裏側でのドタバタを描いた作品。もっとも、チャップリンの伝記を表した、映画視野のデイビッド・ロビンソンの見立てでは、チャップリンの画工、リクリエーションに続く、ただ機械的に生産されたとしか思えない作品の、一つに位置づけられ、キーストン・スタジオの内部が見られることとチャップリンの二度目の、女装姿が見られるという点だけで名脈を保っていると論じている。 エトセトラ1914年制作2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。